You're listening to Shibuya Cross FM.ラジオ版 D セレクションサポーテッドバイミセスマート TV ネオ。この番組はテレビ番組 D セレクションサポーテッドバイミセスマート TV ネオを応援する FM ラジオです。さあ、このラジオの MC を務めております私、いつも元気なきのこ、きのこちゃんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。きのこ。さあ、そしてはい、MC の緑川千尋です。よろしくお願いします。千尋、ね、お願いします。さあ、今回はですね、うんうん、まあ、ゲストね、毎回いろいろな方が来てくださってますけど、うん、今日ははい、なんと大人気歌手のキャリーパミューパミューさんが来てくれました。イエーイ。そこの原宿から来ましたキャリーパミューパミューです。シュッとしたチャリン。あの、もうこのままずっとキャリーパミューパミューってことでいきましょう、ね、その方がね、どんどん見ていく人が ね多くなると思うんで、めちゃめちゃね、外で足を止めてキャリーパミューパミューさんでーす。すごい。これ怒られるでしょ。怒られますか。ね、ダメですか。ダメよね。あの、写真撮ってくれてる人もいっぱいいるんだけど、はい、モノマネでーす。そうなんです、キャリーパミューパミューのモノマネをしているマーナさんでーす。マーナです、よろしくお願いします。お願いします。いやね、これ騙されてないよね、大丈夫だよね、皆さんね。大丈夫です。どうなんだよね、このさ、あの微妙にさ、はい、あの、なんつうの、空間があってさ、わかるわかる、ガラス越しだからさ、ちょっとアラとかもほら、あんまり見えないから。アラってごめんね。え、ちょっとじゃあ聞いてみます。偽物だからね。本物だよと思ってる方、手を挙げてください。いなかった、いなかった、いなかった、いなかった。一人、一人、一人騙されてました。あの方ね、はい、いつも見に来てくださる方。なるほど。気使ってくれてありがとう。ありがとうございます。いや、でもね、本当に私も初めてマーナさんに会った時に、うんうん、もう本当にキャリーパミパミさんそのものと思っちゃいました。本当に、うん、似すぎてますよね。ありがとうございます。実物ね、何回かご一緒させていただいたんですけど、はい、私の半分ぐらいしか顔の大きさなかった。いやいやいや、そんなにすごい小さかった。こんなんこんなんじゃん。芸能人すごいですね。でも私その、はい、マーナさんとキャリーパミュパミュさんが一緒にいるところに私も一緒にいて、あ、そうだ、そう、でも、うん、ほんと似てると思った。ありがとうございます。よくわかんなくなって、そうそうそう、バグを起こして、モノマネやっててよかった。ねえ、いやでもマーナさん、キャリーパミュパミュさん以外にもね、はい、いろんなモノマネあるので、いろいろね、やらせていただいてますけど、はい、この後できるコーナーなんかもあるのかしら。はい、ええ、この後ですね、やっちゃったりするコーナーあっちゃったりなんですよ。あっちゃったりするます、はい、やった。ちょっとその時にちょっとね、はい、披露をしていただいて、ちょっと皆さんもね、あの、ちょっと企画参加できたらぜひちょっとねえ、行ってほしい。そうそう、してもらいましょうかね。今日は贅沢ですよ、モノマネ芸人が2人ですからね。あ、確かに、本当ですよ、なんかね、ある意味本物のモノマネ芸人と偽物のモノマネ芸人みたいな感じでございますか。いや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 、偽物じゃないですよ。あ、もうね、ねえ、ありがとうございます。もうね、似てないで有名でございますから、よろしくお願いしますね。保険かけないでください。そんな、なんかモノマネ保険入れませんか、どっか。保険めっちゃかけてるね。いや、でもそうそう、マーナさん、うん、あの、うん、ね、久しぶりにちょっと D セレクションシャープ200にね、来ていただいて、ちひろんともお会いできて、ありがとうございました。嬉しい。だいぶメンバーもね、うん、その時その時でいろいろ変わったりとかもあって、うん、なんかフレッシュな感じでしたよね。本当、1年ぶりぐらいかな。あ、そう、でもまたすごい商品いっぱいあって、そうそうそう、あれね、くすぐられますよね。くすぐられるよ。買っちゃうみたいな、ね、全部欲しくなるもんね。本当に今日もね、そのよりすぐりの商品をこのラジオ内で ここにあるやつだ、ね、ちょっともう一回試したりとか、見たりとかしながらちょっとね、そう、気になってたのね、いろいろあるから嬉しい、今日また。そうそう、うん、なんかやっぱりこう、なんだろう、マーナさんも、うん、ある意味、うん、その、うん、
エイジングケアとかって私どうやってるのかなって気になるんですよ。いつまでも年齢不詳すぎるので私趣味が、うん、あのエイジングケアなんですけど、趣味エイジングケアすごを一生していきたい願望みたいな趣味としていきたいからね、やっぱ ね、そう D セレクションさんのね、うん、お仕事嬉しいよね、いろいろ知れるから、うん、そうそうそう、新しいものを、ね、そうそう、あのオグメからもなんかあこの商品のそこがいいんだっていうのを教えてもらえるから、そう、やっぱそういうプロの目線でのコメントももらえるので、うん、いいですよね、うん、いいですよね。ただぼーっと見てるだけだとふーんって終わっちゃうところがね、うんうんうん、ありますからね。そうですね、こう説明されないとちょっと分かんないこととかもね、うん、たくさんありますからね、ある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 、なんかそういったところもねちょっとね、うん、ほりはほり聞きながら、はい、今日は嬉しい、行きたいと思いますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、そうですね、じゃあそろそろねこの番組もいろいろもうここにある商品ちょっと早速試して皆さんにもねご紹介したいですから、ね、そろそろね、なんかほんといっぱい嬉しい、ね、ちょっと、うん、あったかくして時々あの近くで、そうそうそう、あったかい飲み物飲んだりとかして ねお願いしますね、うん、でもここにいて ね雪が降る地域もあるみたいな、あるかもしれないね、ほんと寒さ対策とね雨対策でお付き合いいただきたい、お願いいたします、うん、じゃあそろそろ参りましょうか、はい、それでは行きましょう、ミセスマート TV ネオディーセレクション、ね、雨の中 ね、ということで、はい、雨の中皆さん、ね、うん、見に来てくださってるので、うん、ここからはですね、うん、ちょっとモノマネ企画コーナー行きたいと思います。出た、はい、イエイ、早速でございます、名物コーナー、名物コーナーいつもここの空間は、うんうん、あのモノマネの時間で歪む空間になってますけどねいいじゃないの、時空を歪める素晴らしい、はい、あの、うん、今回はせっかくね、うん、ゲストがマーナさんということで、はい、うん、はい、今日はマーナさんと私で、はい、新モノマネクイズ大会をしたいと思います。これ新しいってことですね、世に出してない、その新でございますね、まだね、まだ私たちが世に出してないモノマネってことですよね、はい、そうなんです、だから誰も見たことがないっていうねやったことがないってことね、やったことがないってこと、うん、そう、こちらをですね、うん、まあ、ちひろんが名誉審査委員長を務めていただきまして、はいはい、あとここにいる今、皆さんにも、皆さんも、はい、そうですね、皆さんはちょっと挙手制でいきましょうか、うん、ね、分かったよという、うんうん、参加型で、参加型で、そうそうそう、じゃあ審査員ね、審査員と皆さんも、あの審査委員長ね、はい、そうそう、うんうん、審査委員長には何のモノマネをしてるかを言ってもらう、当ててもらう、当てればいいんですね、はい、皆さんは似ていた、うん、似ていないで、似ていたら手を挙げていただくという分かったよ、伝わったよ ってね、伝わったよ、うん、ったやっていただきましょうか、あードキドキする、いやー私もですよ、楽しみ、どうする、きのこちゃんと私で順番に新しいやったことないモノマネやって、はい、千尋に当ててもらって、はい、見てくださってる審査員の方が評価してくれるというね、はい、そういうことでございますね、これ先行後攻はあれなんじゃない、重要なんじゃない、ない、そう確かに、これ怖い、ちょっとだから公平に行くために、公平に行くためにね、じゃんけんにしましょう、わかった、じゃんけんにしましょうよ、どっちも見ちゃうよ、わかった、いいよ、いくよ、よし、いきます、最初はグー、あ、じゃんけんぽい、うおーやったマジ、どっちどっち、どうしよう、大事だよねこれ、大事、どうしよう、自分のいい方で、ちょっと、じゃあちょっとマーナさんの出方を見たい、M1 グランプリだとね、あ、先の方はちょっと不利とか言われるから、そうなんだ、でも令和ね、うん、令和ロマンさんが今年やりましたから、はい、そうだね、そうだね、そうそうそう、確かに、ね、じゃあちょっとこれちょっと M1 グランプリならぬ、ならぬ、ならず、はい、千尋ワングランプリ、あ、ね、開催し、第1回開催しましょう、第1回千尋ワングランプリ、やったじゃあいきますよ、はい、新作マーナモノマネ、なあなあ、全然似てないことねでも新しいモノマネですからね、まだやったことがない、こういうこと言っちゃダメね、はい、はい、なあなあ
あんな謝らんといかんことがあんねん。私あんたよりセクシーでごめんやで。バン。これセリフで分かってくれるかな。ちょっと審査委員長、はい、名誉審査委員長、あんたよりセクシーでごめんやで、うん、でもまあ言うなればちょっと関西弁入ってるところ、うん、そう関西弁入ってる。ちょっと待ってください。じゃあちょっとオーディエンスで分かった方いらっしゃいます。あ、多分。え、すごい。なるほど。ちょっと念力で送ってください。なに待って、分からない。さあなあ、ちょっともう一回お願いします。なあなあ笑わないで。いや全然じゃない、ごめんね。なあなあ、私あんたよりセクシーでごめんやで。バン。バン。そう、バンがね、ヒント。バン、バンなんかもしかしたら決めポーズなのかもしれないこれ。バン、うん。じゃあ十、九、待って、八、七、六、誰でもいいよ、ちょっと行ってみよう。四、三、二、一。あ、わかんない。高三です。いやー。にょにょ。でちょっと審査員の人にちょっとお任せで、はい、はい、じゃあそうですね、いきますか。はい、今のモノマネ、うん、でもそこ誰か、じゃあ私が思った人を言ってみましょうか。え、いいよ、きのこちゃんの番でどうぞ。あ、いいですか。じゃあ私がじゃあ一旦、はい、そうですね、最後決めてもらいましょう。はい、じゃあ、最新モノマネです。おー、はい、はい、じゃあいきます。はい、なあなあ、すごくそれ嫌やわ。あれ、一緒かな。え、同じ人。違う、そうですね、違いますね。なあなあ、でもこれ名前言ったらあれだよな。ケツバットは痛い。何個も。10 9 8 7 6 5、4、3、2、1、0。どうぞ。ちなみに分かった人います？分かった人います。あ、多分お、審査員1人ずつ。どうだ。ケツバット。はい、笑ってはいけない。あー、ではないんだけど、違う番組なんだ。ケツバット。これは引き分けですかね。これ引き分けですかね。これ審査員も一人ずつっていうことで。そうですね。はい。じゃあ答えを言いましょうか。はい。はい、私は分かりました。私の。私もしかして、うん、しずちゃん。当たりです。ああ。当たりました。当たった。きなこちゃんのちょっと分かんなかった。私ごめん。そうですね。頑張れルーヤのまひるさんです。ああ。わかりました。え、すごい。これは完全に引き分けですね。引き分けですね。ドロー、ちひろ1グランプリ第1回ドロー。次回よろしくお願いします。はい、次回もお楽しみに。開催されるんでしょうか。じゃあですね、はい、まあ、ちょっとモノマネでね、はい、ある意味盛り上がったところで、はい、頑張りました。まずはですね、D セレクションで紹介したこちらの商品からいってみましょう。どうぞ。合同会社R ビューティーオフィス、ルフォリアシルクパウダー。紫外線から女性の肌を守りたいという思いから生まれたシルクパウダーです。紫外線からお肌をカバーするだけでなく、ツヤ感と透明感のある仕上がりが期待できます。高温多湿の中でもメイクをキープ、さらに乾燥からもカバーします。大人の女性のために開発したルフォリアシルクパウダー、お試しください。さあ、今紹介しましたのがこちら、ルフォリアシルクパウダーです。なんとこちらは紫外線対策もできるシルクパウダーということでね。うわー、うん、これちょっと今あるんでね、ぜひね、ちょっと使ってみてください。すごい、つけてみます。うわー、うわー、すごい、きめ細か、ね、もうわかるね、キラキラしてますね。うわー、すごい、すごい、なんか少量で良さそう。ねえ、綺麗。
結構カバー力もありますね。すごいね、お肌綺麗、ね、右と左全然違う。全然綺麗、こんなに変わる、輝いてますよ、キラキラ、光沢がすごい、すごいすごい、やってみよう、やってみよう。え、これいいかも、ね、ちょんちょんしてる、あら、あらあ、これこれすごい、サラサラしてて気持ちいい、これいい、いいですね、全然右左違う、うん、これほら、カメラで抜いてもらっても全然違う、やっぱあのきめ細かい、ね、パウダーだから、うん、しっかりお肌に馴染むし、うん、なんかこんなに変えてくれるのかな、なんかさ粉塗った時はさ馴染むのかなと思ったけど、すぐ馴染みますねこれ。そうなんですよね、すぐ馴染む、ね、塗ってる感そんなにないから、そうそうそう、いいですね、そうそう、これ作った方もね、うん、沖縄出身の方で、紫外線がすごかったからこそ、ちょっと作りたいというのが思いもね言われてました。前回のスタジオに来てくださってた方です、めっちゃ色白い、そうそう、あの方沖縄にいるって思えないぐらい肌白かった、ほんとほんと、これはいい、紫外線で苦労されてるからこういうの生まれるんでしょうね。そうかもしれない、紫外線はね、沖縄にあの冬でもさ、関係なく都内でもね、かなり浴びますからね。ねえ、確かに。マナさんはなんかこうスキンケアとか、本当に紫外線気をつけてる。あ、やっぱり怖いもん。やっぱね、一番それが蓄積だから。これいい。ちひろもなんかしてる？なんかこう下地とかがもうすでに UV 対応みたいなのを、大事大事、もうそれを一年中一応使ってはいますね。見習います、私時々忘れちゃうんでそうよ、これからこれから本当に、はい、これからね、どん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 大人になっていくにつれてね、これですね、ルフォリア、ルフォリアシルクパウダー、ルフォリアシルクパウダー、自宅にお願いしますいやこれいいですね、これメイク直しの時もね、ペペペペって叩けるから、そうそう、塗り直せるっていうのがいいですよ ね、 ね、じゃあまずもうね、最初の商品からもう私たちのもうお墨付き、ね、手にも塗れる、じゃあどんどん行き回りましょうか、やった、続いての商品はこちらでございます、どうぞ。エルフィスメディカル株式会社、ルンブルフロー、ミミズ乾燥粉末 HLP を高配合した健康補助食品です。 HLP 末はミミズの飼育法や製造法の特許を取得、衛生状態にこだわり国産のミミズを使用しています。さらに桑の葉エキス末、赤ワインエキス末、ローヤルゼリーも配合しており、健康と美容をサポートします。シンプルなデザインのパッケージなのもポイント。ルンブルフローで元気に過ごしていきましょう。さあ続いて紹介しましたのがこちら、ミミズ乾燥粉末 HLP を高配合した健康補助食品です。すごい、ちょっと唐突なこと聞きますけど、うん、ミミズってなんか食べたことってあります？ミミズないな、ミミズないです、ないです、ないな、やっぱなんかね、よく漢方でミミズってあったりね、うん、するらしいんですけど、うん、でも取ったことはないですね、さすがにないです ね、ちょっとやっぱりね、男性群もちょっとミミズって聞くとおってなります、あ、やっぱうん、あ、ですよね、ね、栄養がいっぱい入ってるんでしょうね、わざわざってことはいいんでしょう ね、 そうそうね、やっぱりその中に入ってるものがいいからこそ、うんうんうん、飲みやすくこういったカプセル型になってます、粉末を、ね、1日6カプセル、あ、6カプセル、いい、結構、じゃあ私3いってみます、私もいいですか、ね、せっかくこういう時に新しいものに挑戦するっていうのは大事、ね、うん、全然カプセルなんでね、そのミミズ感ないですし、全然ない、もうなんならもう粉末ですもんね、ちょっと、あ、全然匂い抵抗ないかも、あ、本当だ、なんなら別に特に匂いしないね、そうそうそう、で、桑の葉エキス、ローヤルゼリー、赤ワインエキス、うん、いろいろ入ってる、すごい、あ、もう全然さらっと飲めますね、うん、うん、
ほんのりちょっと香ばしいような感じがしたけど、うんうん、でも全然、うんうんうん、カプセルも小さいんで全然飲みやすいですね。飲みやすいですね。これでこんななんかね、こう貴重な成分も取れるならいいですね。そうだって千尋めっちゃサプリ好きって聞いたもん。大好き大好き大好きなんですよ。ガツ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 サプリ、まあでも栄養補給っていう面ではね、足りてない部分をね、何時間で出ちゃうとかあるじゃないですか、水分になる、だからもう持ち歩いてガツガツバサッ電車の中とかでガツッとか食べたりして、手頃なんだ。やっぱサプリ人気ですもんね。やっぱりなんか私もあの本当 D セレクションをお出演し始めて、うんうん、あのあこういうサプリがあるんだってことを知ったというか。なるほどね。だからなんかそういうので手軽に取れるんで、うん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 、こういうのっていいなってちょっと思いますね。やっぱね、絶対飲んだ方がいいですよね。そうですね、サプリは。そうですね。なかなかね、食事だけだとね、うん、不足しがちだからね。カバーしきれないですからね。うん、いやーこれはちょっと新しいねサプリメントということで、皆さんもねちょっとミミズの入ったサプリメントを、うん、ちょっと試してみるのもありかもしれないです。一回試してみてください。ねえ。うん、さあそれじゃあどんどんいきますよ。続いてはですね、ペットに関した可愛い商品のご紹介です。どうぞ。株式会社コムアルファ、ペノッティ、ハンディーノート、スマホで撮ったペットの写真がノートの表紙になるサービスです。表紙デザイン、中紙、リングの色をお好みで選ぶことができ、一点もののノートを一つ一つ丁寧に手作業で仕上げています。ノートもカバンに入れやすい大きさだけでなく厚めの紙を使用。ノートの機能性もこだわりました。お気に入りのペット写真で自分だけのハンディーノートを作ってみませんか。さあ今ご紹介がありましたのがこちら、スマホで撮ったペットの写真がこのノートの表紙になるサービスというものでございます。ペノッティハンディノートだそうですよ。かわいい。今これ写ってるこのワンちゃん、うん、はい、実は、うん、今回ゲストで出演してくださった、うん、安田大サーカスの団長さんの愛犬。あ、おー、はい、ふぐくんです。あ、じゃあこの間出演されてもう出来上がったってことですか。うん、そうそうそう、おー、写真の、うん、こんなすぐできるんですね。早いね。びっくりした、団長さんめちゃめちゃ喜ぶじゃないですか。あれは私たら、すごい可愛いってたものね。そう、だってなんか絶対ノートとかってなんか書いたりでね、いつも持ち歩いてる、それもね、見たい見たい、いいですか。可愛い、ね、どうですかね、こういうのいいですね。この写真の上にちゃんと透明のカバーっていうんですか、ハードなカバーがあるんで、写真は絶対汚れずに。本当、なんかの中のノートもしっかりしてて。そう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 、ねえ、マノさんどうですか。トットちゃんという愛犬がね、お家で待ってますけど、ね、かわいいよ、これノートにしたら欲しい、うん、欲しいですよ。いや、いいよね。これさ、なんかさ、こうトットちゃんの記録とかもできるじゃない。めっちゃいい、めっちゃすごいですか。トットちゃん記録用に、しかもこのノートあれですね、あのバンドがついてるから、そうこう開かないようにもなってるし、そうなんですよ。あの中のノートがね、ちょっとだけワンサイズちっちゃいから、こう崩れないようになってるんですね、多分。あのノートが崩れるときすごい悲しい、ね、そう、彼この辺ベラベラって折れたってなる。そうそうそう、いいね、なるなる、めちゃくちゃいい、使いやすい、ね、スマホから撮った写真をね、こうやって、ね、物にできるってなかなかないですよね。今さ、スマホじゃん、あのプリントアウトなかなかしないから、しないですね。いいですよね、立派なしですもんね。そうそうそう、うちも実家にいるワンちゃん、こういうので活用できたらめちゃくちゃいい、うんうん、そうだね、送っても喜ばれるしね。そう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 、ね、やっぱ家族としてね、やっぱワンちゃんも猫ちゃんもペットもね、うん、みんな大事だから、こういうグッズ化にしてみて楽しんでみてもいかがでしょうか。ちょっと推し活っぽい。あ、そうだな、私も思った。かわいい、ペット推し活めちゃくちゃいい。そう思った。うん、あ、これはぜひいいですね。うちもさ、すごいさ、犬がさ、4匹ぐらいいるのね。
静香さん、あ、工藤静香さんですか。そうなんです、こんにちは、工藤静香です。もうすごい、これ全員の作りたい。もう絶対タクヤもいい、タクヤもいいよね。あ、めっちゃいいじゃん。見たいよね、作りたいよね。夫婦ね、夫婦来ちゃった。いつもこっちは堀さんがやってるんですけど、そうそうそう、はい、できない、難しい。何してるのかと、ね、めちゃくちゃいいっすね。さあ、じゃあ皆さんもね、ぜひなんか興味があればホームページから見てみてください、ね。さあ、ここでですね、はい、1曲お届けしましょう。こちらのね、 D セレクションのテレビの方でエンディング曲で流しております。シャープ200のエンディング曲で流れましたショーガールズの思いのブーケ、お聴きください。どうぞ。戸惑う視線をこっちに向けてみない、影引きしようか、始まる舞踏会。愛愛愛、数秒先の未来ちょっとだけ知ってきたい、うまくいかないみたい、チラして、思えばもう思うほど声量が効かず、感情は大人って言う、ベルをめくる、毎日が台本のないドラマの連続、名作になりそうな予感がする、思いのブーケを君だけに、笑った分大きく育つから、何度だって諦めず今聞いていただきましたのはエンディングで流しましたショーガールズの思いのブーケでございました。ヒューヒュー、はい、あの最近あのホリプロコムと業務提携しているこのショーガールズさんという、ね、はい、そうなんですね、方々なんですけど、はい、あのちゃんと曲聴いたの私初めてで、すごい爽やかな、いいです ね、なんか馴染みやすい曲だった、ね、ぜひあの今後エンディング曲でも、ね、流れるかもしれないので、ぜひ皆さんもチェックしてください。さあ、それでは続いての商品参りましょうかね、はい、続いては手軽にあの本場の味が楽しめるそうです。それではどうぞ。株式会社中野屋高松、ザ・さぬきヌードル、明太クリーム入り4種の食べ比べセット、手軽に本場の味の再現を目指した新しい冷凍うどんです。一つずつ手作りで香川県産の素材を贅沢に使用し、さぬきうどんの出汁には欠かせない伊吹島のいりこを使用したいりこ出汁を使用しました。作り方も簡単で600ワットレンジで8分で出来上がり、味は4種類からお好みで選べます。手作りだからこそのこだわりの味を実現したうどん、ぜひお試しください。さあ、美味しそうなのご紹介いたしました。こちらでございます、このザ・さぬきヌードル、これ4種類ありまして、うん、食べ比べセットだそうですね。へー、これなんといってもびっくりなのがこんな可愛いおしゃれなね、そうおしゃれ、あのうどん、ね、パッケージからなんと顔は丸々うどんが出てきちゃいました。色もいい、はい、冷凍のね、おうどんで、あ、今ちぎろんが持ってるのが明太クリームです。明太クリームで、マーナさんが持ってるのがエビ天よ、これもすごい、ね、エビ丸々乗ってる、ね、これスープ、ここスープ、ここすごいよ、スープここ、これね、すごい、ケリちゃんじゃないのね、ね、ありがとう、ね、これなんとレンジでチンするだけ、めちゃめちゃ楽はそれで本場のあのうどんの味が、さぬきうどんが食べられると、すごい、めっちゃ綺麗じゃないですか。そう、ちょっとエビ3個入ってるよ、え、贅沢、贅沢、贅沢だね、お高いんでしょって思っちゃうけどさ、そう、意外に、そう、いや、そうなんですよ、4セットで4000円切っちゃってましたね、さっき見たら値段、絶対もっと高いね、お値段すると思ったけど、これはお得よ、そう、なんかこれ
作った方がね、もう忙しい方がすぐもうレンジでチンってして食べられるようにっていう思いで作られたってのがすごく素敵で、あったかいうどんが食べられるんだ ね、レンチンで具を乗せてさ、普通ほら具とね別々であれだけどさ、いやそうですよ、そうすごいよ、こんな形状あんまり見たことないっていうか、これ欲しい人、はい全員じゃん、はい、全員じゃん、食べたいよね、チーズってね、食べ盛りのメンズたちは全員欲しかったですすごいこれはいいな、お家にあったら、いいですね、贈り物でもね、めっちゃ嬉しい、これもらったら、これは嬉しいかも、本場のね、さぬきうどんを味わえるなんて、ちょっとメニューがおしゃれだったね、そうね、メンタクリームとか、そう肉、しかも肉のもなんかオリーブ牛肉、そう、これなかなか自分じゃ作らないよ、やらないですよ、やっぱうどん、やっぱ大好きですもんね、みんなね、大好きです、大好き、これはお店に行かずともお家で食べられるということで、これは買いだな、これは私も欲しい、欲しいな、これ欲しいねえ、いや、さぬきまで行けないですから、香川県ですもんね、そうなんだ、ね、そう思うとね、そう自宅に届くんでしょ、だって、ね、これはいい、うん、作りたてを冷凍してって言ってましたもんね、いや、これ一人暮らしの人にもいいし、家族で食べてもいいし、考えましたね、これは本当に素敵でしたみんな欲しいって、ああ食べたいさあ、じゃあ続いて参りましょうかね、ご飯の後はやっぱりね、歯磨きとかもしたりしますよね、歯は健康ね第一でございますから、まあそんな歯をさらに美しくするこんな商品はいかがでしょうか。 EC ジャパン合同会社 3D スマイルホワイトニングシート、自宅で簡単に歯をケアできるホワイトニングシートです。使用方法はホワイトニングシートを1回約20分から30分間上下の歯に貼るだけなので、お手軽にセルフホワイトニングができます。ゴールデンカモミールエキスを配合しているだけでなく、6つのフリー処方なのもポイント。衛生的で携帯しやすい5包装タイプ、さらに刺激が少なく安心してご使用いただけます。ぜひ一度お試しください。さあ今ご紹介しましたのがこちら、自宅で簡単に歯をケアできるホワイトニングシートです。すごい、何よこれは、こんな形状で、そうですよ、通常歯医者さんに行ってやったりとか、ホワイトニング専門店でやったりとかですよ、普通は、今映像見たらなんかフィルム貼るだけだった。そう、ちょっと気になるから開けてみましょう。いいんですか、これ開けてもいいですか、嬉しい、え、これなんかさ、フィルムですよ、さっきさやってたらあのままちょっとなんか出かけたりとかできちゃいますね、いけそうですよね、だからそんなにバレなさ、そうそう、なんかミントのいい香りがする、あ、ミントの香り、うん、ミントのいい香りがする、え、でも本当透明なシールって感じですね、これをこうでしょ、これで、こんな、こんなペロペロよ、えこうして、あ、貼った貼った、これ番組中にホワイトニングできないかな、これでね、あ、できるよ、だって喋れるもん、あ、全然わかんない、でも今変にしようとしてるでもあれ、あれかな、特にそんな何にもあれでしょ、特にそんななんかついてますけど、貼ってるけど、うん、嫌な感じがしない、え、これでさ、うん、めちゃめちゃ手軽に、手軽ですよね、なんか歯医者さん行って塗って、なんか光を当ててみたいなやつですよね、ホワイトニングって、すごいこれ、ホワイトニングしてみたかったんだよね、私まずは手軽にこのシートから始めるのはありですね、始めたい、始めたい、ちょっとね、歯医者さんハードル高いですね、そうなんですよ、ガーッつってやって光当てて予約していくっていうの考えると、ちょっとこっから入ってもいいかもしれない、そうかも、なんかね、こうつけてる感じもあの、あ、ちょっとあのミントの香りがするなと思って、ちょっとだけスーッとする感じで嫌な感じはなく、なんか全然さっきよりも普通に喋ってる、あ、確かにだんだん馴染んできてますね、馴染んできて、で、これ30分後に取り外して
て、あとちょっとブラッシングしてください。あ、いい。じゃあもうね、寝る前とかにつけて、寝る前の歯磨きして、それいいかも。めっちゃ良くないですか。いいですね。ちゃんと包装だから、口に入れるものなんで、そうだね、なんか衛生的じゃないと嫌だけど、確かに包装になってるから保存もしやすいですし、ね、本当だね、これいいな。本当旅行に行く時も持ち歩ける、いいですよね。使いたい、これは使いたい、使いたい、ね、始めたい始めたい、うん、ここからね、うん、いいかも。こんな手軽なことからね、歯が白くなるから、歯大事ですからね、見られちゃう、ね、あんがし見られてるのよ。そう、ね、綺麗にしていきましょう。はい、さあ、それではどんどん参りましょう。続いての商品はですね、エイジングケアが期待できるあの成分が、そんな商品です。どうぞ。株式会社鴨川プレミアム NMN、 エイジングケアが期待できる成分 NMN を配合したサプリメントです。成分や原材料、品質管理、含有量、純度にこだわっており、体内で生成されるベータ NMN だけを配合しました。高品質な NMN を安心して届けたく、成分と品質管理にこだわったプレミアム NMN、 さらに腸の吸収効率が胃よりも高いため、胃酸で溶けてしまわないよう、耐酸性の高い高品質の DR カプセルを採用、しっかり腸まで届けます。健やかで美しく生活をしていきましょう。さあ、今紹介しましたのがこちら、オグネモ大好きでございます。お、ね、こちらはプレミアム NMN、 エイジングケアが期待できる成分 NMN を配合したサプリメントです。お、なんかすごいスタイリッシュですけど、ね、かっこいいですね。なんだろうって思っちゃう、はい、おしゃれすぎて。そう、いや、これはやっぱり飲みますよね、うん、皆さん、ね、これ飲みたい、飲みたいですよね、これはね。どんどん取りたい、飲みたい。 NMN 今すごい注目されてる成分、よく聞きますよ。あれ、これ行くわね、行くわね。え、これ何？2粒、もらう。サプリメント大好き、ちひろんですから。じゃあね、はいはいはい、3ぐらい行きましょうね、これね。行っちゃいますよ。そう、オグネもいつもね、しっかり飲みやすそうなんで、ね、小さいカプセルに、ほんと、よし、いただきます。オグネもいつもこれはすぐ取ってって言ってますから、間違いないですね。間違いないです。としこさんも大好き、全然飲みやすいです、ね、ああ、いい、だってこんだけ手軽に取れてね、カプセルって飲みやすいんだ、こんなに。ねえ、なんか海外のとかってすっごい粒大きいのありますよね。大きい、そういうのと比べるとやっぱすごい飲みやすくていいです。摂取しやすいかもしれない。でもなんかこういうなんか NMN じゃないですけど、なんかマーナさんもサプリとかってなんか気をつけて飲んでるものあります？やっぱね、美肌効果とかさ、そういうのがいいよって聞くとやっぱ気になるよね。気になっちゃう、だからここでさ、教えてもらってる、そのエイジングケアとかだとやっぱ飲みたいなって思う、ね、だからサプリだと気軽にできるから、そうなんですよ。飲むだけでいいですからね、いつでも始められるっていうのがね、本当に。ちひろもなんかこういうのだったらやっぱりいいよね、こうなんかサプリ大好きって言ってますけど、これはおすすめできる。いいですね。あとこの、この形式の袋も私好きなんですよ、なんか好きなだけ出せるっていうか、瓶じゃなくてこういうカバンにスッって入れて旅行とかでも持ち出しやすいし、なんかいいですね、やっぱり見た目もおしゃれですし、そっか、確かに瓶のイメージあるね、サプリね。そうですね、こういうのって確かに、そう、なんかだからね、タブレットとかみたいな感覚でね、飲めるからいいですよね、持ち歩きしやすくてね。なんかやっぱちょっと入れとくと気遣えるというか。そうですね、家だとなかなか飲まないけど、持ち歩いてるとなんかこう出先で気づいたりして飲んだりとかなるんでね。じゃあこ
これはパッケージともども良かったということでね、飲みやすかったです。そうね、うわもうちょっとあっという間なんですけど、うん、続いてがラストの商品でございます、うん、早いね、もう早いね。もう続いては皆さんペットをね飼ってらっしゃる方は、はい、ぜひ要チェックなそんな商品です。どうぞ。株式会社ひさやアスピラクリルオイルフォーペッツ、自然由来の原材料を用いた犬猫用のエイジングケアサプリメントです。南極の漁場で捕獲されたオキアミから抽出した高濃度のクリルオイルを使用しており、オメガ3脂肪酸、リン脂質、アスタキサンチンを配合しています。製造管理、品質管理にもこだわって作られました。ペットの健康をサポートするアスピラクリルオイルフォーペッツ、ぜひお試しください。さあ紹介いたしました。こちらはなんと、うん、自然由来の原材料を用いた犬猫用のエイジングケアサプリメントです。ということでワンちゃん猫ちゃんにぴったりのサプリメントが出ました、うん、あらららららら、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 ペットもサプリを飲むんです ね。あでもさそうよね、うんうん、やっぱりさ、はい、ご飯だからご飯ってドッグフードとか、そう、ね、キャットフードとかね、やっぱ食事から栄養っていうか、うんうん、そうですね、取ってるからうちもね結構食事はちゃんと、うん、気をつけてる。おー、うん、大事ですよね、やっぱり考えて、うんうん、やっぱ取ってもらってる。あ、なるほど、だからドッグフードだけで偏らないようにしてます。なんかなんて言うんだろう、その中でもこういう、うん、まあ、そうですね、やっぱその時、うん、その時やっぱほら、うん、年齢も重ねていったりとかもするから、そう、その子によってもね、必要なものもいろいろ出てくるから、うんうんうん、サプリはいいかも。うん、ちょっとねフードにサプリはいいね。そう、どんな粒か見てみましょう。なんか綺麗なんですよ、す色が綺麗、ね、そう、あら、綺麗、まるでダイヤモンド、ルビーの、ルビーですわ奥様、美味しいみたいな。これ飲んじゃダメですかこれ飲んじゃダメ、キノコちゃんこれペッツ、ペッツ専用で飲みたくなるぐらい綺麗ですね。すごいね、ペットもね家族の一員なん で、同じようにこうやってねケアしてあげた方が、ね、元気でいてほしい、うん、長生きしてほしいですから、欲しい欲しい、なんかこれあれらしいですね、餌にこうちょっと混ぜて、うん、ワンちゃん猫ちゃんがこうご飯食べてる時に一緒に食べれるようにしてあげたらいいってことらしい、うん、ちょっと匂い嗅いでみていい、結構から確かに彼らたちもさ匂いで割と判断して食べて食べないとか、なんか嫌なの避けたりしますね。全然、あ、匂わない、うん、むしろ多分ね好きだと思う。なんかうちのワンコはね多分ね食べるわ。おー、うん、ちょっと変わってみたい、うん、なんかね美味しそうな匂いするの。本当だ、うん、これは好きだと思う、多分ワンちゃん猫ちゃん好きな、うん、あ、これは、うんうん、多分がっつきそう、食べる、絶対食べる、うん、香りがしてる、うん、そう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 、ちょっとこうね、みんなも嗅いでほしい。確かに、ね、届けー色なの、これは食べちゃいますね、食べちゃうと思 う、 もうまたこれパッケージもおしゃれで、猫ちゃんも食べそうだな、ね、なんかこうちょっと一緒にペットのね、餌置き場だったりとか、うん、そこにちょっと一緒に置いといて、うんうんうん、あげてみようかな、これはいいかもしれない、うん、なんかいつまでもね元気でいてほしいからこそ、うんうん、そうです ね、ペットのエイジングケアもちょっと考えていきたいですね、うん、考える、本当に、まあでも本当マーナさんはね、ワンちゃんも飼ってますし、そういう子供みたいだからさ、ね、もうさね、そうそう、元気でいてほしいのよね、元気だと安心するから、あ、そうそうそう、なんかちょっと体調悪くなったりしたらね、そうお互いがね、元気でいることが大事よね、本当に思います。サポートケアね、するものは大事ですね、そうしていきましょう、人間もペットも共に、うん、元気でいるために、ね、元気で本当に大事ですよ、うん、皆さんエイジングケア大事ですよ、はい、はいね、はいはい、毎月こうしてね皆さん参加されてますから、多分意識も変わってくると思ってます、うん、そうかもしれない、意識高い系の方に、ね、なってるんじゃないかな、さあこの寒い中来てくださるって、うん、元気でいるから来てくださるのね、嬉しいね、そう、顔見れなかったらちょっと心配になってきますよね、確かに
今日いないなってなっちゃう。そうそうそうね。ちょっとでもね、こういうあのディセレクションで紹介してるものとか、まあその身の回りにあるものでも何かこうちょっとチャレンジしてみたりとか、新しいものを使ってみるっていうのはいいかもしれないですね。いやでも本当にまあいろいろなね商品が出てきましたけど、うん、今日はね7つの商品紹介したんですが、気になる商品なんかありましたか、はい、全部私はうどんです。あ嘘だよね。なんかあのさ、冷凍のままなのになんであんな綺麗なのっていうぐらい綺麗。そう、食品サンプルみたいに美しくて食べてみたい。食べてみたい。これは食べてみたいな。美味しいよね。絶対美味しいですよ。スタジオもなんかみんないつもだったら、うんうん、あこれちょっと飲んでみるとかあったけど、うん、あの日みんなうどんにまっしぐらでしたね。本当に私たち空気のように扱われて。そう前列の皆さんが、うん、で結構なんかしっかり量もありましたよね。満足いくぐらいね。うん、丼いっぱいしっかりね。そう、うん、うどんも気になったね。うどん気になったな。ワンちゃんグッズもさ欲しかったんだよな。ワンちゃん多かったですね。サプリとノートと、そう、あとケア商品も良かったな。 あとあのパウダーも良かったね。だって今でもまだサラサラしてる、キラキラしてる、綺麗よ。いつ綺麗、こっち塗ったってね。ちょっとした、なんか気になりました。私はやっぱちょっと試させてもらってますけど今。あ、このね、あ、まだやってたの。まだやってる。普通に喋ってるっていうね。全然普通に喋ってる。もうね、きのこちゃんの歯になったよ。私の歯になったこれ。しかもやっぱちょっと白くなってる気するね。ほんと、うん、すごい。じゃあなんか続けていきたいし、これすごく手軽だからいい。え、こんなに喋れちゃうものなんだ、普通に。私もびっくりする。なんかもうちょっと、まだもごもご、私の無理なのかと思ったら。こんなに普通に過ごせちゃうものなんだ。ずっとついてます、ここに。すごっ。めっちゃすごくないですか、はい、すごいね。はい、きのこちゃん、外でやってもバレないですよ。そうだね、これじゃバレないね。うん、これはいいなと思いました。すごい。めっちゃいい。いや今回ももう本当にね、もう気になる商品がたくさんありました。うん、ぜひ今後ね、この番組なんですけれども、スカパー放送ですとか番組の YouTube でも紹介されますので、ぜひ皆さんご覧ください。シャープ200の番組でございます。イエイ、記念すべき200回です。おめでとうございます。本当にすごい。おめでとうございます。すごい。さあ、そしてですね、2024年3月の放送は3月23日土曜日の11時30分朝の11時30分からになりますので、ぜひご覧ください。ラジオは次の日の24日、うん、午後4時からの放送予定です。すごい、続けて。はい、じゃあぜひ皆さんまたここでお会いしましょう。それじゃあ、また